これが惑星直列か。これガチか。ワニレックスのレックスを鬼います。うちはパーク立ち入り禁止なんだよ。毒物の見解としてどういうことか。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、ゴブダーアイズコスケです。こんにちは。今回はですね、はい、6月18日に起こる惑星直列ご紹介していきます。いや、なんかどうやら地球から惑星がこう見れるらしいです、ね、なんかね、ものすごい現象が起きるらしいです。天文学的にも。ほうほう。別名惑星のパレード。かっけえっていうね、ちょっとね、天文学的なイベントがあるということで、はい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 、今回は惑星直列ご紹介していきます。はい、どうぞ。そもそも惑星直列とは、太陽系内の惑星が太陽に向かってほぼ一直線に並ぶ現象のことです、うんうん、もう最初にコウスケが言った通りだね、はいはい、水金地下木土天海、はい、全部一直線に並ぶと、まあ、この惑星のパレードがですね、はい、6月18日から下旬まで見ることができると、はいはい、しかも肉眼で、肉眼で見れるのがですね、はい、水星、金星、火星、木星、土星の5つ。ほう。天王星と海王星はちょっと肉眼では見れないんですけど、まあ遠いもんね、うん、ここの5つはだから見れるんだ。見れるらしい。あー、すごいね。そうなんだよな。あー、これは面白そう。でですね、この現象、惑星直列っていう現象が起きるのが、はい、約200年ぶり。へなんだって。このレベルの惑星直列が起きるのは。へーなんか調べたところでですね、そもそも3つ直線になるっていうのがもうもはやめっちゃ難しいことらしくて。あー、そうなんだ。相当レアというか、肉眼で見れるのは5つだけど、もう本当に1列になってるってことなんだもんね、うん、そう、7個は1列になってるに見える。すげえ。200年ぶりだぜ。あー、すごいよね。なんかすごいな多分ね、この動画見てる人で、はい、せっかくならこの惑星のパレード見たいと思う人いっぱいいると思うんですよ。見たい見たい見たい。じゃあこの惑星直列が一番綺麗に見える時がいつかっていうと、はい、6月24日夜明けの1時間前です。ほお。ちょっとね、早起きするか、うんうん、ずっと起きてるかしなきゃいけないんだけど、はい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 、うん、でこの時間が一番よく見えると。なるほど。で、場所が東から南でよく見えるらしいです。へえ。これはもうぜひ見ないとな。ぜひ見ないと。でですね、ちょっとね、すごいね、なんかドラマティックな話なんだけど、うん、惑星だけじゃないんだよ。ほう。月も見れるんだって。はあはあ、一緒に一緒に。へえ。金星と火星の間で光り輝く三日月が見れるらしいです。惑星のパレードだな。パレードだよな。すごいぜ、これは。エレクトリカルパレードになってるな。あ、ちゃんちゃかちゃんちゃんだ。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんだよな。確かにな。すげえ。すごいよ。手振ったら帰ってくるかな、キャストにね。殺されんぞ。殺されんぞって。どういうこと？お前じゃないし。第三者いるよ。第三者いたな。殺すぞって言われない殺されんぞってちょっとでですね、最近ちょっと極太でもやってますけど、はい、占星術っていうのがありますよね。ああ、そのね、惑星間の移動で予言するってやつですか。そう、はいはいはい。星はそれぞれ重力を持ってるわけですから、その重力の影響で、うん、地球にも何らかの被害が及んだりとかっていうのを見るのが占星術師なんですけど、はいはいはい、ちょっと惑星直列でね、うん、恐ろしいことが起こってしまうって言われてるんですよ。嘘だろ、こんななんかめでたい感じなのに。うん、綺麗なものにやっぱトゲがあると。バラみたいだな、うん、で、まあじゃあ今回のこの2022年の惑星直列で、はい、一体何が起きてしまうのか。はい、それがですね、サンフランシスコの地震です。あるわけねえだろいい加減にしろよ。いや、これわかんない、わかんないから。あるわけねえだろ。まだ起きてないかわかんないけど、ね、お前こんな楽しいことに巻き込むなよしかもなんか別に惑星直列、うん、地球から見て直列になるっていうことだから、うん、本当に天体的に一列になってたらなんか起きるかもしれないけど、はい、あくまで地球目線での話だから、ね、そうだな。お前本当良くないぞ占星術師そんなんでね、金儲けして何が楽しいんだよ。僕らもこの動画撮ってね、お金を稼ごうとしてますけど、一緒です一緒ではないよ一緒ではない。それはちょっと否定したいな。確かに一緒ではない。煽ってないもんな、俺ら不安を、うん、よくないぞ。ちゃんとコウスケがこうやって嘘だって言ってくれてるからね、うん、ちゃんと純粋に楽しもう。そうだな、綺麗なものですから。まあ、実際どんな風に見えるのか写真の方でご紹介します。はい、こんな感じです、うん、これ。あ、リアルだな。なんかわかんないけど、こう
こう綺麗になってんのかなとか思ってなんかそうね、まあだからできるならやっぱ双眼鏡とか望遠鏡とか用意できたらベストだね。そうだね、これかなってなっちゃいそうだから普通に綺麗な、まあまあ、星がっていう、まあ、ちょっと大きめのやつがいたりとかやっぱするけどね、はいはいはい、うん、でですね、水星から海王星までの8個の惑星がこう、ね、90度以内に、ここで90度以内で直線になるっていう惑星直列が次起こるのがね2161なんて。だからもうみんなが惑星直列を見れるのはこれが最後のチャンスです。まあじゃあレアリティ高いっすよ。かなりレアだねこれは。まあなんでちょっと見ましょう、ね、今回綺麗な写真とかがなんか出回りそうだ、ね、出回ると思いますね。ツイッターやらインスタやらでな。まあでもこういうのって肉眼で見るのがやっぱ大事なんじゃないですか、ね、そうだな、見たっていうのでなんか誰かと思い出を共有してっていうのが多分楽しいですよ、うん、素敵だな素敵だなのツッコミじゃねえな怒ってるのかなんかなんか怒らせたか、うん、素敵だな本当に。ってことで以上、約170年に一度しか起こらない惑星直列でした。うん、これはもう本当にぜひ見ましょうっていうことしか言えないんで、外に出よう。なんか6月18日に始まるかもしれないんですけど、うん、6月24そうがあの一番綺麗に見えるっていうことなんで、うん、ぜひね、今回惑星とか宇宙に興味ある人見てみてはいかがでしょうか。はい、今回極太からは以上かな。そうだね、見解特にない、うん、特にない ね、 ないですね。見ようっていうことで、そうだ、なんか好きなあの子との話題共有なんかにいいんじゃないでしょうか。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございましただんだん素敵かい、素敵だな極太ナゲットちゃんかな。よまああのね、本来の内容の方でもやったんですけど、はい、占星術に関する話ですね。今回の惑星直列の占星術ってことですか。あ、ちょっとまた別で、あ、また別、占星術オンリー、うん、はいはいはい。占星術って惑星の重力の関係とかで、例えば土星と木星が接近したらうんぬんかんぬんみたいな感じで言ってるのも多いんだけど、うんうん、はいはい、星座を言ってるのも多いのね。星座占いみたいなの進化版みたいな感じなんですよ。だから要はそのあなたは何座で、だからあの星座の人といい感じになれるみたいな、そういうのも占星術の一個なのね。なるほどなるほど。今回ちょっと NASA がですねそれ全否定してきましたというニュースですそうだろうな、はい、星座、まあ12個ですよね、うん、実はそれが13個なんだってだからそもそもずれてるわけで、はあはあ、1個抜かしてやってる占い師別に間違ってるよっていうのを NASA が公式に発表したぞへえ。なんかですね、はい、俺らが思っている星座ってヤギ、水亀、魚座、お羊座、大獅座、双子座、蟹座、獅子座、乙女座、天秤座、サソリ座、伊手座、この12個なんですけど、はい、実はサソリ座と伊手座の間に蛇使い座っていうのが入ってくるんだって、まあ、どうやら NASA によると、はい、地球の軸のせいで星座がずれるんだって。地球の地軸のズレで、うん、地球から見える星座がちょっとずつズレていく、あ、長い年月をかけて地軸がほんのちょっとズレてるってことか。そう、少しずつズレて、はいはい、で、蛇使い座が、いや、蛇使い座はもともとあったんだけど、うん、無視されてたらしいかわいそう12個の方が多分切りが良かったのか。13って数字ってさ、うん、西洋だと結構さ、あ、不吉なのか、そう、うん、無視されてえ、ちょっと待ってってことは自分の誕生月のなんか星座みたいなのあるじゃん、うん、変わります今変わってるらしい。変わってるの新しい、はい、あの星座ちょっと載せときますここに。あ、はい、ボン、はい、じゃあ、はい、あなたの見てください、見てください。変わってる人多いんですよ。俺待って、俺サソリ座だったのか、天秤座になったわお前天秤座だ。俺も天秤座になったわえ、てか俺ヘビ使い座じゃないの。俺はね18だから。あ、18か、まだギリいて座、ギリいて座だ、ね、来年あたりにヘビ使い座やってるかもしれない1時間ずれてそう、少しずれるから。なんだよそれ、もういらねえじゃん、もうじゃあ占い朝の占いとか、うん、もう点でダメなのよ。全然ダメなんだ、ヘビ、うん、使い座が入ってねえんだもんな。そう、無視してるわけだし。うわ、俺どうせならヘビ使い座がよかったじゃんなんかいいよなんかあ、天秤座かみたいになるわ。天秤座です、お前は。俺は天秤座らしいです、うん、これがね本物の天文学だ。まあ占星術なんてないんだよっていう。そうだな、言ったと思います、うん、まあ僕もね前々から言ってたんで、まあある種 NASA の人間と言っても過言ではないんでしょうねそんなことはねえよ。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。書類で落ちます